はい、どうもこんにちは、鉄坊主でございます。いつも暇坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。さてですね、もうすでにコメントで何人かの視聴者の方からいただいてるんですけれども、なんとか、登録者数4万人を達成することができました。ありがとうございます。まあ自分で言うのもなんですけど早いですよね、本当に。まあ、実質もう本当にチャンネルを始めたのが去年のもう6月ぐらいなんですね。まあもちろんそれ以前にチャンネルっていうのはもちろん解説はしてるんですけれど、まあそれまではまあ以前の動画でも何度かお話してますけれど、もう本当に英語チャンネルっていうのは別にやってて、でそこでやっていた動画をもう日本語にしてこうただ横流ししてただけみたいな感じでやっていたのが、こちらの方が、まあ、英語チャンネルより日本語の方が伸びるということが分かりまして、それでまあ本腰入れてやり始めたのが去年の6月ぐらいですね。ですからもう本当に半年かそこらでここまで来れてるわけでして、もう大体ね、去年のその 本腰入れてやり始めた頃からですね、ちょうどチャンネル登録者が1万に行くかどうかぐらいのところからなんですけど、まあ、そこから大体もう2ヶ月で1万人ぐらいのご登録をいただくようなペースで来ておりまして、まあ、ちょっとずつペースは落ちていってて、でまあこれはまあ私の努力も足りないし、それからあとは上へ行けば行くほどだんだんやっぱり伸ばすのが難しくなってくるっていうこともあって、でまあちょっとずつ遅くはなってはいますけれど、それでもやっぱり結構な数の登録を、まあ、毎日のようにいただいておりまして、まあ、考えてみれば、ね、日割りで計算していけば毎日確実に、ね、200人近くの方にご登録いただいているというような感じになってますので、本当にもうありがたい限りでございます。まあ、今後ともですね、こうした形で続けていきたいなと思いますので、まあ、4万というか、まあ、次のやっぱ5万人というのが一つのまた節目になるのかなと思いまして、まあ、そこはとりあえず当面の目標として、10万とか言われちゃうとそれはまあいければいいし、YouTube の盾は欲しいなとは正直思いますけど、まあ、それはかなり遠い先の話なんで、頑張っても今年中に2ヶ月ペースでいけば一応今年中にはいけるっていうことにはなるんでしょうけど、3、4、5、6、7、9、10、まあこのままでいけば11月っていうことになるんでしょうけど、まあさすがにちょっとね、そんなにうまくはいかないと思いますんで、一つ一つ頑張っていって、とりあえずまずは5万というところを目標に頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。でちょっとね、やるやる詐欺になっちゃって本当申し訳ないんですけど、以前ライブ配信云々っていうことをちょっとね、でまあテーマを決めてやろうかなって思ってるっていうお話をして、それからまあ視聴者さんからもいつやるんですかって言われて、すいませんとしか本当お答えできないんですけど、ちょっとね考えてはいるんですけど、家のねちょっと正直なところ、家族の問題もあって、っていうのはここの夜中の午前0時が日本の今夕刻の5時なんですよ。でまあやっぱ夕刻の5時って皆さんとちょっとライブ配信するには若干ちょっと時間的に早すぎるんで、そうするとやっぱり6時7時になるとこっちの夜中1時2時になって、でまあさすがにちょっとね、その時間にわーわーあんまり喋れないし、どうしようかな、ボソボソ喋る感じでやっても、まあもちろんできなくはないんですけれど、ちょっとそれだとね盛り上がりにも欠けるしねと思いながら、ちょっとねずっと考えてて、で最初考えてたのは大陸横断列車に乗ってトロントの方に行けば、トロントだとここから3時間時差がまたあるんですね。ですからここの夜中の午前0時が日本の夕刻の5時でしょ。でトロントに行くとこれが午前3時なんですよ。ね、でそこからさらに4時間ぐらい進めていくと、だいたい日本の9時になるとトロントの朝の7時。でまあ日本の夜の8時だったらトロントの朝の6時。で逆にそのトロントに行った時にやるといいかなとかってちょっと思ってたんです。でまあただこれも以前の動画でお話をしましたけれど、大陸横断というかカナダの鉄道をやってもあんまり
今皆さんあまりご覧にならないんでちょっとやめようかなっていうようなお話をしました。ところがですね、非常にたくさんですね DM とかメールとかでカナダの鉄道もやっぱ やった方がいいんじゃないですかっていうことをね、実は結構たくさんいただいてるんです。一つ一つちょっとねお答えできてないんですけれど、そういうご意見もたくさんいただいてるんで、やった方がいいのかな。で、さすがにそのバンクーバーの街の中を走ってるあんな地下鉄みたいなスカイトレインみたいなものをやるのと、それからもう北米大陸横断みたいな感じでやるのとだと、やっぱインパクトは違うと思うんですよ。で、そっちの方が、少なくともスカイトレインとかやるよりはそっちやった方がインパクトはあって、もう少しご覧いただけるのかなと思ったりもしますんで、それをちょっとやってもいいかなという気も今してるんです。で、それをもうこれから4万から5万に向けてやっていく、5万人達成記念でやってもいいんですけれど、それより前にやってもいいかなとも思ってまして、で、今ちょっとここ出てるんですけど、今ね調べるとね、バンクーバーからトロントまでカナディアン号っていう列車が走ってるんですけどもね、このカナディアン号っていう列車に乗ると、今、こう調べるとバンクーバーを午後3時に出発して、ここに今出てる時刻表と、これ例えば 3月21日午後3時に出発してトロントに着くのが3月21日の午後3時に出発してトロントに着くのが3月25日の、午後2時29分。所要時間3日と20時間と29分でございます。ほぼ4日ですね。前は4泊5日で走ったりするようなことだと、今ちょっと時間がずれて、で、若干ちょっと時間が早くなってきてる。ですから4日間列車乗りっぱなしっていう風になります。で、途中下車をして1本列車を逃すと、今これ1週間に1本しか走ってないんですよ。で、もともと冬場っていうのはあんまり走ってないっていうのもあるのと、それでも前は週に2回走ってたと思うんですけど、今コロナでやっぱお客さんの数がめっきり少ないんで、それでもうとにかくお客さんの数が少ないから週に1回、だから1回途中で降りちゃったら次の列車来るまで1週間待たなきゃいけないんで、さすがに途中で1週間は長すぎだなと思ってるんですけどね。トロントまで行けばそっから先またトロントとモントリオールって間、唯一カナダの中で長距離列車がまともな本数で走ってる、とはいえ多い区間でも1日5本とかなんですけど、一応都市間列車インターシティトレインみたいな感じで走ってるところがあるのと、そっから先にまた今度1泊2日の寝台列車が走ってるんで、これでハリファックスというカナダの反対側のね、西海岸の港町ですね、そこまで行くことはできるんで、で、そこから飛行機乗って帰ってくるみたいなことをしてもいいかなとちょっとまた思い始めました。で、これは皆さんのご意見、やったらいいんじゃないっていうのと、良くないかっていう、アンケートじゃないですけど、皆さんのねご意見をお聞かせいただければなと思います。で、それで、ある程度やっぱ多いんだったらちょっともう一回検討して、ちょっと家族会議にかけて、私もさすがにそれをやると1週間以上家を空けることになるんで、1週間以上家を空けることになると娘の送り迎えのこととかもありますから、ちょっとそれも考えなきゃいけないんで、家族会議にかけてですねやるかどうか決めたいなと思うんですけれど、ちょっとそんなことも今考えております。あとね、皆さんからよく聞かれ、よくご希望されてるのが、この間タクミックさんがありがとうっていう動画を撮って、あれ、ひま坊主チャンネルとしてはめちゃめちゃ回ったんですけれど、やっぱりそれだけ、タクミックさんの名前がね、今やもうすごいビッグネームになられたんだなと思うのと、で、タクミックさんとね、コラボしてくださいっていうご意見をたくさんいただいてるんですけどね、ちょっとね、どうしたもんかなと思って、
別にそのタクミックさんとコラボするのが嫌とはというか別にタクミックさんに何も言われてないし、あの先方のご意見も何もわからないんですけど、別にあの私はタクミックさんとコラボするのが嫌とかそういうことじゃ全然なくて、もし本当にコラボしていただけるのだったら本当それありがたいことなんですけど、ただお互いの動画のスタイルが違いすぎるんで、どうやってコラボするか、うん、っていうところ、まあ例えば私があの分かんないですよ、いいか悪いか分かんないです、私がたくみきさんの動画の中でおっさんの声をやるとかっていうことぐらいならできると思うんですよ。ただそれがいいのか悪いのか分かりません、うん、あのたまたまこの間やったら結構似てますよって言われたから調子に乗って私が今言ってるだけなんですけど、うん、そんなことはたくみきさんは全然求めてらっしゃらないかもしれないし、これはまあ私が勝手に思ってるだけのことなんで、でそういうことはできるかもしれないけど、じゃあ私のチャンネルに来てたくみきさんに何やってもらうかなって考えた時に、ここがすごい難しいんですよね。やっぱりあのコラボするからにはお互いのやっぱり強みが生かせてメリットが双方にあるっていう風にしないといけないんで、ですからあのでもタクミックさんの方はもうお一人でも登録者には爆伸びだから別に誰ともコラボする必要ない、もうユイが独尊でそのまま突っ走っていけばもうあっという間に10万人いくと思うんで、なのであの別にタクミックさんに私とコラボする必要性ってほぼないんじゃないかと思うんですよ。でやっぱりあのお互いのところにやっぱり何らかの形で出るっていうことになると、私のところにタクミックさんをどうやって出てもらうかっていうところが正直思いつかないんですよ。そうしていた、なんかで、なんかしていただかないと、でもねやっぱお互いのメリットにならないんで、コラボってそういうもんじゃないですか。私が一方的に得するだけじゃやっぱりダメなんで、今の形だと多分私だけが得するっていう形しか思いつかないんです。で私の方からあのタクミックさんに対して何らかのメリットを差し上げるっていうことがちょっとね思いつかないんですよね。なのでちょっと、なかなか難しいんじゃないかなと正直なとこ思ってるんです。あの最初に言いましたけど、嫌とかそういうことじゃ全然ないんです。嫌じゃなくて方法が見つからないんですよ。だからあのなんか方法があったら教えてください。でそれでタクミックさんがしてくれるかどうかは別問題ですよ。ただご希望っていうコメントをたくさんいただいてるんで、あのちょっとそれを考えてますっていうことをちょっと皆さんに申し上げたかっただけでございます。ということで、あの今日はちょっとね、あの4万人ということで今ちょっといろいろ考えていることをねダラダラとお話をさせていただきました。これからもですね、あの鉄棒ちゃんの頑張って動画を作っていきますんで、皆さん今後ともよろしくお願いします。ということで今回は以上でございます。さよなら。